はい、どうも、水溜りボンドです。お願いしますね。サブチャンネルなんですけれども、ですね、ちょっと今日は、まあ、メインの企画で、ディズニーのホテルに泊まってるんですよ。で、ミッキールームだかなんだかなんですね。で、ミッキーの部屋に泊まってるんですよ、今。で、ちょっと、眠いんですよ、正直。ただ、まあ、なんかここのなんかサービスを、まあ、メインだとこう、こんなとこ泊まりましたと、カンタと僕で対比しなきゃいけないんで、このシーンはあんまないと思うんですけど、ちょっとその、どんなサービスがあるのか、なんて言うんだろう。みんなに見せたいなと思って、サブチャンを撮ろうと思います。で、何撮るかっていうと、ディズニーランドのホテルのルームサービスってどんなのがあるんだろうっていうのをちょっとみんなに見せようかなと思って。まずじゃあ、一番人気のやつ聞いて、前菜で一番人気とかで、こう、一番人気のだけ集めたやつを、最強の、何、セットみたいなのを作ってここで食べたいと思います。いや、でもこれ見たい人いるんだろうな。よいしょ。電話します。あ、すいません。ちょっとルームサービスお願いしたいんですけども、前菜で、前菜何が人気ですかね？あ、大丈夫ですよ。はーい。はーい、失礼いたします。ということで、じゃあ1位のやつだけ頼みました。ちょっとね、結構来ると思うんで、ちょっと心して待って食べて、で、またもう1本ちょっと取りたいのがあるんで、それも取りたいと思います。じゃあ待ちます。はい、ということで、なんかすごい、なんかこの台車に乗ってきて、で、なんかこれを置いてくれて、で、これそのまま机としても食べれますよって言ってくれて、で、ここに冷蔵庫みたいなのがここについてて、あったかいお肉がここに入ってるんですよ。見て、見えないか、あっちよ、すげえ、すごいすごい、本当にすごいわ、すげえ美味しそう。じゃんけん勝ったやつの方がこっち来れてるんですけど、じゃんけん負けたやつの方がちょっと面白いとこ、面白いやつみたいになるっていう悔しさは若干あるんですよね。こちらがディズニーランドのこのホテルで最も頼まれてるメニューですね。まずシーザーサラダで、シーザーサラダの横に鶏のお肉がありますね。で、これ多分ロメインレタスですね、多分ですけど。で、チーズがあってパンもついてますね。クラムチャウダー、美味しそう。確かにこれ頼む人多いみたいですね。で、これがクリームブリュレ、これなんか結構女性にもすごい人気らしいです。で、まあなんといってもこちらテンダーロインステーキ、まあこれはダントツらしいですね。食べていきたいと思います。じゃあサラダから食べたいと思います。ちょっと緊張するな。うんうん、あ、美味しいですね。うんうん、普段野菜頼まないんですけど、頼んでみるといいですね。うん、ついてた、鶏肉ですね。うん、美味しい。肉うめ。ラムチャウダー食べます。いただきます。あ、これめっちゃ美味しいわ。あ、これ美味しい。アサリが入ってて、なんか優しい味。うんうん。あ、美味しい。あ、美味しい。あ、クラムチャウダーおすすめすぎるな。あ、これはすぐ食べちゃうやつだ。ごちそうさまでした。そしてじゃあメインのお肉を食べていきたいと思います。うわー、これはさすがに美味しいな。テンダーロインステーキ。さあ、ディズニーのホテルのステーキはまず塩コショウでちょっと食べますね。あー、美味しい。あー、これは美味しいな。うん、あー、これは来たら食べた方がいいな。さあ、そして最後こちらクリームブリュレですね。この上がなんかこう砂糖で焼いてあるんですよね、確か。こんな感じですね。美味しそう。いただきます。あー、甘くて美味しいな。
あ、これ美味しい、食べちゃう。うんうん、あ、これは人気なの分かるな。うん、あ、美味しかった。はい、ということで食べ終わりました、全部。前菜、スープ、メインディッシュ、デザートで、これの全部一番人気をちょっと頼んでみたんですけど、で、結構高かったとは思うんですけど、まあ確かにもうディズニーのホテル泊まるなんて一生に何回かしかないと思うから、もう僕今日初めてだったし、まあ、とても美味しかったです。あとなんかすごいこれとかで食べれるのがなんか特別感あっていいですね。ということで、以上今日の店はありがとうございました。